い、クジラクジラ。なんとね。二人体制になってすっかり勢いがなくなったグループはキンプリだね。そんなキンプリがファン離れを防ごうと必死だね。そうだね。今度ファンミーティングをするんだってよ。何をミーティングすることがあるんだろう。そうなんだよ、ファンとミーティングなんかしないでさ。うん、メンバーとちゃんとミーティングをしていたらさ、今頃二人体制にはなっていなかったのよ。その通りだね。でさ、そんなクソみたいなファンミーティングはさ、うん、生配信もされるんだけどさ、やめプリの平野翔がこっそり配信を見るみたいだな。どうして？純粋に気になるんだろうな。確かに平野さんは他人のことが気になって仕方ない性格だもんね。そして二人体制は失敗してほしいと思っているみたいだな。どうして？自分が抜けて成功されたら自分の存在が否定されるからなんだって。仲間の成功を願えないのは人間が小さいね。だが、あそこも小さいしな。